九州魅力ミュージアム。今回はゴールデンウィークのお出かけスポットを紹介します。豊かな自然、楽しい観光地、そして美味しい食と、北九州市には魅力的なスポットがいっぱい。皆さんはゴールデンウィークにどこに行きますか？悩んでいるあなた、北九州市がおすすめですよ。まずは北九州市門司区の門司港レトロ地区一帯で行われる門司海峡フェストはいかがですか？ご当地グルメグランプリをはじめ楽しいイベントも盛りだくさん、家族みんなで楽しめますよ。また近くには鉄道ファン必見の九州鉄道記念館や、家族連れに人気のトロッコ列車潮風号と見どころ遊びどころもいっぱいです。続いては小倉駅周辺で行われる楽しいイベントとおすすめスポットを紹介。まずは西日本総合展示場、いろんなイベントやってるよね。小倉駅の北側にある西日本総合展示場、こちらでは西日本インポートフェアが開催され、世界数十カ国から食品や家具などの展示販売が行われますよ。また他にも見どころはいっぱい。およそ5万冊の漫画が揃う漫画ミュージアムや、北九州市が生んだ偉大な作家たちを紹介した文学館、松本清張の作品や資料を展示する松本清張記念館、ちょっと足を伸ばせば動物と触れ合える伊東津の森公園もありますよ。その他にも小倉南区にある平尾台のカルスト台地や鍾乳洞、八幡東区にある皿倉山の夜景、リニューアルした命の旅博物館、若松区のグリーンパーク、八幡西区の小屋の瀬宿、戸畑区の美術館と、まだまだ魅力的なスポットがいっぱいありますよ。さらに知りたい方は北九州市観光協会のホームページを。皆さん、ゴールデンウィークは魅力いっぱいの北九州市にぜひお越しください。